弁でーす。というわけで本日はこちら水道橋駅から徒歩3、4分神楽屋さんにやってまいりました。なんでもこちらのお店、水道橋エリアでも屈指の人気を誇るお店が満を持して新たにこちらに移転してお店を構えたということなんですけれども、今回はですねちょっと蒸し暑いんでつけ麺でもいただこうかなと思っておりますよ。果たしてどんなつけ麺いただけるんでしょうか。それでは今日も張り切ってガガガガガ。さあというわけで今回も懲りずにやってまいりました。いやーこちら神楽屋さん、一見すると家具屋さんと間違えてくるお客さんがいるんじゃない、いるわけねえだろ、ちょいちょいとかどうでもいいんですよ。というわけでこちらの店舗すぐ近くにねお店があったんですけれども、そこから移転されたっていうことで、カウンターの下にはカバンを入れる棚みたいなのがあったんですけど、そこにリュックは入りませんでしたね。果たしてどんなつけ麺なんでしょう。それでは現場のタケナガさん、はいほーん、こちら現場の俺がタケナガで、はい。というわけでこちらが特製野宿つけ麺の大盛りにライスです。むちゃむちゃ綺麗ですよね。もう女子なんかテンション上がっちゃうんじゃないかななんて思いますけれども、ポタージュ状の鶏白湯漬けだれ、このね濃厚そうな感じたまりませんね。それでは早速いただきましょう。はい、まずはこちらの麺、中太のストレートタイプの麺ですね。ちょっとね全粒粉入りなのでちょっとした粒粒なんかも見受けられますね。うわ濃厚なんだけれども優しい味といいますか、ポタージュ状のつけだれが、ね、野菜をはじめとした味の奥深さを感じる、だしの味が濃厚で、これは本当にいいね。いやこれは夢ですね。野菜のだしを感じた後に鶏の甘さなんかも感じることができますね。はい、それではこちら鶏チャーシューいただきましょう。まあ、失礼ながら鶏チャーシューなんでややあっさりした味付けなのかなと思った、そんなことなくめちゃめちゃ味が濃くって、先ほども申しました通り鶏の脂の甘さと鶏肉をつけてた出汁の味と一旦ね表面を炙って香ばしさが口の中で混ざり合って、これはご飯が進むタイプのチャーシューですね。この鶏肉を乗っけて焼肉丼で食べても美味しいんじゃないかなっていう、そういった鶏チャーシューですね。はい、それではこちら味玉いただきましょう。いや白身はハード、黄身はトロトロタイプの味玉ですね。結構濃いめの味付けが黄身の中にまで染み込んでて、これ自体が調味料になってつけ麺の美味しさをブーストさせてるといった感じで、ご飯によく合いますね。はい、というわけでこちら完食です。というわけでいただいてきましたけれども、いい、美味しい。
しかったですね。ちょっとおしゃれすぎる店舗の店構えからこれ大丈夫かななんつって勝手に不安を抱いてましたけれども、全然むちゃむちゃ美味しかったですね。つけ麺の美味しさもさることながら、いや、あの鶏チャーシューね、むちゃむちゃ味が濃くって、炙ってある香ばしさなんかも加わってて、いや本当にあのお肉をおかずにご飯行きたいなって思える絶品鶏チャーシューでしたね。というわけで皆様もご興味ございましたらぜひチェックしてみてはいかがでしょうか。といったところでまた次回の動画でお会いいたしましょう。本日はこちら神楽屋さんよりお送りいたしました。ご視聴いただきましてありがとうございました。バイ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